音川博文、音川博文、1938年から2002年は、新潟県鴨市出身のアメリカ合衆国カリフォルニア州で活動した総統州の僧侶、アップル社のスティーブ・ジョブズとの交流でも知られた。新潟県鴨市の総統州の寺に生まれる、駒沢大学を経て、1964年に京都大学大学院で修士号を取得した。 福井県の永平寺で3年に及ぶ修行を積み、1967年、僧侶、鈴木敏孝の招きで、アメリカ合衆国に渡った。笹原前、マウンテンセンターにて、1970年まで補佐を務め、1971年に、鈴木が死去した後には、ロスアルトスの前センターにて、1978年まで活動、1979年には、 ロスガトスの事故時に転任した。LSD やマリファナの使用など不法行為にふけっていたこと、幼い娘を自らの秘書に誘ったこと、貧困に陥った際に助けると言いながらも、一切助けてくれなかったことなどで、スティーブ・ジョブズの元恋人から批判されている。1986年には、スティーブ・ジョブズのネクスト社の宗教指導者に任命され、1991年には、 スティーブ・ジョブズとローレン・パウエルの結婚式を司った。その後も各地にて活動していたが、2002年7月26日、スイスにおいて5歳の次女を助けようとして溺死した。相当州、子スティーブ・ジョブズ氏と、こちの広文老氏の交流について、ハット ABC、ジョブズ氏の革新に影響を与えた思想とは、日本の前奏と長年の交流。 CNN オリジナルの2011年10月7日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20111007161538/http://www.cnn.co.jp/fringe/30004202.html 京都大学大学院文学研究科図書館昭和38年度修士論文題目加発 アップルテクラブ、音川博文という僧侶は何者なのかアップルマックテクノロジー研究所、2019年1月25日閲覧、スティーブ・ジョブズとゼの世界、ありがとうございます。